Stop it. Get some help. そんな素敵な宵宮なんですけれども、今なんとですね、宵宮の映像を今回ご用意しております。おお、見てください、ね、見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。どうぞ。出ますかね。懐かしい、なんか早起き。わー、いいっすね。元気なんですよね、衣装もいいっすね、息っぽくて。そうそう、仲良し、いいな。またえらく珍しい客やな。すげー。戦闘してても楽しそうなんですよね。ピューピュー。このね、エフェクトもかっこいいですよね、花火の。そうなの、炎がバーって散ってね。いいなぁ。いや、いいなぁ。おや、お、花火や。宵宮といえば花火なんですよ。そんな戦闘中によそ見したら戦闘中によそ見したらあかんよ。いいなぁ、かわいい。見とれて好きだらけかと思いきや、敵も見ていた。見ていた。いや、まあ、花火はね、人を笑顔にするっちゅうね。何かが生まれそうな空気もあるが、綺麗やで。許さん。祭り開始や。ああ、いいな。おや、いいコンビだ。じゃじゃーん。わあ、素敵。いいなー。ああ、いいっすね。ただ開始したいっちゅうなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。はぁ、うちの話最後まで聞きや。これトーマのツッコミもいいですね。いや、改めて見るとやっぱいいですね。にぎやか、にぎやかだし、かわいいし、エフェクトも美しいし。いや、宵宮ね、いいキャラですね。ありがとうございます。